フィリップ2・オイレンブルク、1906年、フィリップ・フリードリヒ・アレクサンダー2・オイレンブルク・ウント、ヘルテフェルト公爵、ザンデルス伯爵は、ドイツ帝国の外交官、政治家。プロイセン王国内相のフリードリヒ・アルブレヒト2、オイレンブルクはおじ、首相を務めた、ボート2・オイレンブルク伯爵は鳩子にあたる。ドイツ皇帝ビルヘルム2世の側近として、徴用されたが、 ハルデン・オイレンブルク事件により政治生命を断たれた。1847年2月12日プロイセン領、ケーニヒスベルクに生まれる。後のドイツ皇帝ビルヘルム2世の学友となる。1877年に外交官となり、駐在バイエルン公使、オーストリア公使を歴任する。ビルヘルム2世が即位すると、オイレンブルクは非公式ではあるが国政に、 大きな影響力を持つようになる。その中には1897年のベルンハルト・フォン・ビューローの外相就任が挙げられる。ビルヘルム2世はビスマルク引退後の彼のビスマルクとして皇帝の意志を実現できる強力な政治指導者を欲していた。オイレンブルクはビューローをその任に当てようと考えていた。1900年をオイレンブルク・ウント・ヘルテフェルト公爵に昇爵した。また、 アウグスタ夫人の関係からザンデルス伯爵位も継承した。1907年に皇帝の側近たちをめぐる同性愛スキャンダルであるハルデンオイレンブルク事件に見舞われ、翌1908年には皇帝に立って同性愛を否定した。裁判は健康上の理由からたびたび延期された。夫人との間には8人の子に恵まれた。末娘、ビクトリアを通じて、 ハンナチュンドー赤いオーケストラの女性活動家リベルタス、シュルゼイコールボーイゼンの祖父、リヒテンシュタイン公正史費、ゾフィエの元祖父にあたる。ありがとうございます。